フレッシュな選手入れつつなんで、まあ、やっぱ得点を期待するという意味ではコロリなんでしょうから、はい、まあ、でも基本的に、まあ、そしたらすると本当にそうです、ね、はい、一気に入れ替われる大きなチャンスでしたが、もうマイクマスコが倒れて、セス・ゼリカルド監督、初戦を3対1という素晴らしい勝利で飾った中で終わってプレー再開です。キム・ジート高い位置に松田です。ここも中央には小林がいました。さあこのスローから亀田、小林を走らせようというところだったでしょうか。脇坂、まあ、反応はしっかりと小林もしています。このスローから松田、かなりリングかけてガンバを守るんで、はい、うまくサイズに使いたい。そういうところに、マークスペースを受けたのが亀田、アウトで出します。ワンツーから裏に抜けたシュート、リングかけてガンバを守るんで、はい、うまくサイズに使いたい。そう、かなりリングかけてガンバを守るんで、はい、うまくサイズ、リングかけてガンバを守るんで、はい、うまくサイズ、もうそしてキム・ジンヒョンからこのまたつながっていく。松田から中へ、そして清武から中、これ奥の平脇走っている、戻ってきた、うん、三浦、そしてこれ穴打ったー、そう入れたー。お、そしてキム・ジンヒョンからこれまた繋がっていく。松田から中へ、そして清武から中、これ奥の平脇走っている、戻ってきた、うん、三浦、そしてこれ穴打ったー、そう入れたー。追いつきました、セレッソ大阪。